こんにちは、ぴよきしたろうです。今回は女子プロレスラーの木村花さんの自宅マンションから遺書が見つかったことについてお話ししていきたいかなと思います。でですね、今回は2020年5月23日に東京都内で死亡した女子プロレスラーの木村花さんの自宅マンションから遺書が見つかったことが分かったと。警視庁は木村さんが自殺を図ったとみて調べているということですね。捜査関係者によると、木村さんは5月23日の午前3時半ごろ、江東区の自宅マンションのベッドで心肺停止状態で見つかり、搬送先の病院で死亡が確認されたと。遺書はリビングで見つかり、母親に向けてごめんね、産んでくれてありがとう、などと書かれていたと。ベッドの近くに薬剤の容器があり、警視庁は木村さんが有毒ガスを発見させた可能性があると見ているということですね。木村さんはシェアハウスで共同生活する男女の恋愛模様を描く番組内での言動をめぐって SNS 上で中傷を受けており、最近になって母親に SNS の書き込みに傷ついているなどと打ち明けていたということです。はい、率直に思ったことは、番組自体とかこの方を深く知らないので、本当に率直に思ったのが、なんでこの人が自殺しなければならなかったのかって言ったところかなとすごい思いました。なんだろうね。自分より若い人がこうやって亡くなるっていうのを聞くと、毎回思うところがすごくあって、まだ長いよねっていう、あと3倍くらい生きられましたよね、おそらく。何も事故がなければ。あれだよね、SNS っていう自殺っていうの結構多くなってきて、まあ、便利になる世の中だけど、その反面、こういったことが起きて、ちゃうっていうのは、分かってたので、なんとか止められなかったのかなってすごい思いますね。解決策見つからないな。はい、ということで今回は女子プロレスラーの木村花さんの自宅マンションから遺書が見つかったことについてお話ししてきました。それでは、ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、本格配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。